の声が聞こえた。俺も聞こえた。女の人かな。そうそうそう。なんでこのドアじゃないか、ないか。なんか、あれ何ドア。あっちドアあるね。え、でもあれさ、ドアっていうかさ。あれ、え、取っ手のないドアじゃ開けれない。なんか言った今。言ってない。言ったよね。言ってないよ。言っただろ今。めっちゃ大量にある。この前も俺やろ。先週も俺やろ。中さん出番ですよ。誰のチャンネルやねん。もういいからやってください。寒いからさっさとやって帰りたいよ。さあ中さんがやってくれよ。なんでだよ。一周発生。全員ガスマスクを装着。雪降ってるよ。雪が降ってきましたね。群馬県赤城山のふもとかの有名な心霊スポット白い家インフォメーションをさせてください。何、はい、この白い家は過去に惨殺事件があったとか、オーナーが自殺したとか、不気味な噂があるそうです。廃墟からは異臭がして建物の構造がおかしいということです。死体が発見された時にはすでに白骨化が進んでいたらしいのですが、その原因は大量のネズミに食われたためと言われております。室内には大量のネズミや虫が繁殖しており、それらの糞が大量に落ちているという噂がございます。誰もいないはずなのにドンドンという異音やうめき声が聞こえるという噂もあります。白い家は3階建ての建物なのですが、2階に上がるための階段がないそうです。また白い家の近くには墓地があり、土地の区画も奇妙で、家の構造や風水的にも不気味な点が見られるとのことです。玄関に上る階段は解体されたものの、途中で業者が倒産して階段が外されたという情報もあります。白い服を着た女の幽霊が出るというような噂もございます。はい、ちょっとここはね、危険なね、場所なので十分気をつけながら、オーナーが自殺した、惨殺されたという事件現場、ここを特定して検証したいと思っておりますので、はい、乙女さんの方には潜入捜査をお願いしたいと思います。皆さん、とても恐ろしい現象に遭われているらしいので。え、マジ？あまりにも危険であれば、2人で。2人？はい。誰ですか？今日ですね、実はですね、またね、恒例の助っ人をお呼びしておりますよ。はい、琴音さんをね、サポートしてくれる完全なのサポーターなんで期待してください。カメラマン、シュウさんでございます。はい、シュウです。はい。ちょっと見笑っちゃった。シュウさん、なんかチャラくなった。チャラかったね、今のシュウです。いや、もともとチャラい人間なんです。今日は体調の方は万全ですか？万全です。入ってないな。今日は無事にここまでたどり着いたということで、はい、でね、今雪も降ってきました。でね、シュウさん、はい、ちょっとね、赤木舐めてますね。いや、舐めてますよ。手袋なし、中は T シャツでしたよ。そうですね、半袖です。ちょっとビビったんじゃないですか、この寒さに。僕はね、大体物事は舐めてますよ。分かってきました。シュウさん、今日ちなみに、はい、今マイナスね、はい、マイナス5度。そうなんです。はい。今日はね、また無事に生還しましょう。終わりました。よろしくお願いします。いつも通りに何があったら先に逃げる。もう一人ね、今日はね、ご存知、照明ジャックレンのこと、ジャックさん、レンジャックか、照明のレンジャックのこと、ジャックさんです。兄貴。はい、こんばんは、ジャックです。あまりにも危険な場合、2人で行ってもらいます。おかしくないですか？普通人数増やしません？逆でしょ。実はですね、もう結構ね、もう相当古いんで、うん、腐ってる可能性があるんですよ、足場がね。足場が、この建物、はい、でね、シュウさんね、100キロ超えてるでしょ。そこ抜けてね、3階から落ちちゃったらまずいなと思って、そこが一番今日心配なんですよ。100キロ超えてないよ。そういうことか。100キロ超えてないよ。でも150キロあるんですよ、シュウさん。でも最近ダイエットして痩せたって言ってた、はあ、それでもまだ120キロあるんで。無理は、シュウさん、手袋履いてないから、途中でカメラね、はい、落としちゃうかもしれないです。マイナス5度は持ったんですよね。出ました。なんかね、途中で白い車、茂みに埋もれてたりとか、突然寒くなったり、月明かりがパーってなったり、なんかもう、今日は
あるね。ここ着いてからですよ今、風と雪が。あ、そうですね。有名なスポットなんですけど、あまりにも謎めいてるんですよ、ここの物件で。なるほど。で、何が起こったかもう分からないから、いろんな噂が飛び交ってるんで、何を信じていいかも分からないですし、生半可な気持ちだと望むのは危険かなと思ってまして。そうですね。入り口はないの？あれ開いてますね。開いてるよ。ちょっと開いてますね。いろいろちょっと不思議ですけど。そうですね。ちょっと情報では開いてなかったですね。ちょっとどうですか、ちょっと上見えます？いや、な、ダイオカードは完全になんか天井見えてますけど、中に入ったらゾンビ出てもおかしくないよ。見て。いやー、まあ相当、まあ腐敗が進んでますよね。なんでこんなに穴が開いてんだろう。これは、なんかね、あの電気が怖い。シャンデリアっていうのが、ね、木のね、はいはい、あるでしょ、天井の。高いね、天井が。そう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 。殺人ペンションみたいな雰囲気がありますね。ここは何か事件があったのは間違いない。可能性は相当あるかなと思いますね。じゃあね、琴音さん、早速行ってください。ここ入り口じゃないでしょ、どう見ても。はい、切断されてます。これ、ちょっと覗いてみてください。なんで？めっちゃ匂い。ちょっとここやばいって。絶対なんかある。ここなんかありえないものが落ちてるもんだって。覗いた感じどうですか？ここってさ、1階なんか、おそらくシャッターがあるんで車の車庫ですね。なんか散乱しすぎでしょ。ちょっと入ってみてください。この入った瞬間で全然空気感が違う。中入んの？マジか。はい、じゃあ入りますね。ゴー。マジで入んの？もう、うわ、結構危険かもですよ。いろんな意味で危険ですよ。これは車庫だよ。完全な車庫なんですよ。天井はこれ何？腐ってるのかな？うわ、本当だ。ちょっと穴が開いてます。穴が開いて。え、待って待って待って、何何？え？あの椅子。なんか椅子が、なんかあったかも。誰がこう座って。座ってるみたいだ、なんか。こっちを覗いてるかな。位置、椅子があるね。この椅子めっちゃ不気味じゃない？こっちを向いてる感じがするよ。白いのは何？カビかも。カビ。うん。扉が倒れてるね。え、ちょっと待って。これ扉が倒れてんだよ。これそこでさ、玄関のさ扉っぽくない？なんか。そうだ ね。どこだっけ？ここって改装された？もしかして。ああ、確かに。なんか綺麗だね。しかもこっちが燃やされてる跡があるね。ね、奥扉あるよ。扉あるね。扉行ってみますか。どこに続いてんだろう。あ、もしかしてさ、このここにあった扉がさ破られて。今聞こえたっすよね。え、今人の声しませんでした？うん、来た。大丈夫か。ちょっとビビった。人の声が聞こえた。俺も聞こえた。女の人かな。そう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 。私はちょっと聞こえたかも。聞こえた。うん。喋り声みたいなね。うん。誰か来たのかと思った。うん。遠くから風に乗って聞こえてきたの。ちょっと。ちょっと雰囲気やばいね。だいぶ。あんまり早く行きたくないね。うん。ちょっと次行ってみようか。このさ、ドアが突き破られて新しいのここにつけたんじゃない？そうなのかな。こんなとこにドアあるのおかしくない？要はこの古いドアが元のドアで、新しく改装されてこれに変わったってことでしょ？よう言いたいんだよね。はい。その可能性はあるけど。ちょっと待って、今ドアのさ横からなんか白いのがさスッと見えた気がする。
ガチ。どういうこと？撮ってる今。撮ってるけどさ、こっちで。なんか出てきた気がする。まあ、映像で確認かな。うん、改装されてこれに変わったってことでしょ？よう言いたいのね。いや、開かないですね。開かない、開かない、鍵閉まってる。これ開けるじゃん。いや、これ開いてないの。いや、開かないです。開かないんだ。シュウさん、シュウさん、バカ力でお願いします。建物は崩さないでください。なんなん静かにして。うわ今、女の人の声聞こえたっちゃう。いや、たえくない。ちょっと待って、今女の人の声聞こえたじゃん。声が聞こえた。うん、やばいやばいやばいって。やばいやばいって俺言ったけど、じゃあその前シュウさんが開けた瞬間なんか今聞こえた。ちょ行こう。いや普通に開いたけどね、扉。これ外、外ですね。うわ、繋がってるんだ。これなんかここ開けた瞬間今すごいなんかやばい雰囲気を感じて、やばいって言っちゃったんだよね。何がやばい感じだったんですか。なんかもうもわってなんか来た。あ、ここあれだ、入り口のさ横だ。外ってこと。外ですね。入り口はどこ。なんか開けちゃいけない扉開けたような気がする。人いないよね、そっち。いない。なんだろう、そこからすげえ聞こえるんだよ。なんか遠くの方から複数人の声が聞こえません？聞こえます。だから誰か来てんのかなと思って。うん、あれ入り口じゃない？扉があるよ。え、玄関あそこなの？玄関あそこじゃない？あ、じゃあここ上がっていくんだよ。そうだね。奇妙だね。え、こんなとこ上がるの？奇妙な作りになってるって言ってたんで。階段がないんでしょ。業者に解体されてないらしいですね。で途中でその解体が終わっちゃってるって話だったよね。だからなんだ、うん、じゃあちょっと行ってみましょう。さすがなんか人の声がすげえ聞こえた。うん、聞こえた。ちょっとこれ急ですね。うわ行けるかなこれ。行きましょう。扉結構新しい。さっきのとなんか似てない？ノブが曲がってる。めっちゃ手応えある。なんか。うわ嫌な音。え、やばい。どんな感じ？ちょっと待って、今さ、ライトでさ目がちょっと見えなかったのか、はい、しばらくしたらさもうね。真っ暗なんか慣れてきてさ、いやもう家の玄関なんだけど、もうなんかもう暴れてる。嫌な音だね。重いね。そうなんだ。なんか扉重い、重い、重いんだよね。めっちゃ重いね。ああ本当だ、すごい。重い。なんかこう重厚感がすごい。阻止されてる感じがある。うわこれは。これはすごい。これはちょっとありえない。ここをやるの今日。ちょっと待ってこれ。お邪魔じゃん。ライト切れたんだけど。え、これ昼まで充電してたのに赤くなったけど。お邪魔します。うわ。やばいでしょ、こんなにさ破壊される。うわーもうまた見て、さらにドアがありますよ、左側に。うわ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 、やっぱりさこれあれですね、レンガ調っていうか。え、ちょっと待って、気づきました。ここさ押し入れあるのに和室なのに、こっちはさほらレンガでさ洋室。ちょっと床が危険なんで緩いから抜けるかも。あ、上何、草が、草が生えてる。なんだこれ、何これ、かなり放置されてますね。ちょっと見てみようか。うわ、どういうこと、どういう
あ、でも、いや、見て、フンじゃない、これ上の。ああ、ちょっと電気落とさないでくださいね。これなんかあれかもしれんね。詰まってるもんだったもん、電気の中に。これはネズミのフンですね。ネズミだね。この上にもじゃあネズミが登ってるってこと。やば、どうやって登るのこんな。やっぱ噂は本当なのかな、ネズミの糞がたくさんあるっていうのは。どこなんだろう。でもまたこっち見て、ほら洋風じゃない？すぐ隣が。あ、あれか。天井が高い。あ、本当だ。天井が高いとこじゃない？さっき外から見てたあのシャンデリアみたいな。本当だ、シャンデリアだ。あ、すごい暖炉があって。暖炉があってバーカウンターがあって。ね、ここで。つろいでタバコ吸いながら、冬は椅子でゆらりゆらりゆられながら。ここはそんなにちょっと霊的な何かは感じないかな。ただあのちょっと上のライトが気になるね。あれ割れてんの。あれそうそうそう、あれ何、なんで割れてんの。誰かが登ったのかな。登った可能性あるね。本当だ、どうやって登るの。こうこうこうとか行くんだよ。これは2階、これ3階じゃない。こっちに行ったら3階から ここ見えるとこじゃん。ちょっと奥の方も行ってみよう。あ、扉ある、階段もあるけど。あ、こっちも部屋ある。こっちも部屋があります。それ何、なんかこっちにトイレがあるよ。トイレ、うん、どうやって入るのこれ。うわ、入れないね。なんかトイレ綺麗。綺麗だけどすごい割れてるよ、なんか奥。これどかすんだったらもう本気で飛ばした。うわ、うわ、カビっぽいな。一周がすごい。くそ、カビ臭。あー、ここもあれだね、ネズミの糞があるね。ガラスは割れてるけど、トイレのところにもネズミの糞があります。至る所にネズミの糞があるって感じですね。すごい、このすごいね、このカビ。カビすごいね。カビがなんか、なんだろう、なんかこう自然現象的な感じがしないね。スピリチュアルな感じがする。これ入る。入るの。うわ、くそー、音が嫌だ。うわ、大ここ、これあれだ、この響き絶対お風呂場でしょ。あ、お風呂場。うわ、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 なにこれ。うわ、うわ、やばいな。ここ一番やばい風呂場です。風呂場とか水場は霊が溜まりやすいからね。めっちゃ寒い、この間。うわ、すげえ。あー、すごい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 、めっちゃ寒い。あれ、ここ入った瞬間で寒い。ちょっと見て見て、鏡あった。めっちゃ風、冷たい風来る。ちょっと風呂場見てみようか。風が入ってきた。あ、すごいすごい、風の冷気が。まあでもまだなんかあんまりそういうの感じないですね。うん。その左は？その左奥。左なんかまた部屋ですね。カビがすごいから気をつけて。うわ、本当だ。上の棚何？うわ、何あれ？うわ。なんかない。突き破られてる。突き破られてる。あ、これあれだよ。玄関のとこだ。玄関の。うわ、あ。ここ何？ここあれだ、キッチン。でも本当に玄関開けたら2分でご飯だね。玄関開けたら2分でご飯。玄関開けたら2分でご飯。ふざけんない、ふざけんって言ったの、そっち。玄関開けたら2分でご飯。知ってますか？うわぁ、ほら、これもろキッチンですよ、ご飯食べるとこ。これ普通に、え、と待って、ここにもドアがぶち破られてる。すごい、なんでこのドアじゃないか、ないか、なんか、え、あれ、何、ドア
あっちドアあるね。え、でもあれさ、ドアっていうかさ、取っ手がない。あ、本当だ、取っ手がない。あれ、え、取っ手のないドアじゃ開けれない。え、じゃあ、なに、じゃあなんでこれ落ちてんの。ドアは、別の取っ手じゃないか。うわぁ、やばいですね、ここが。どうやったのかな。押してみて。いや、開かないですね。がっちり、がっちり固定されてます。シュウさん。え、シュウさんの出番です。めっちゃ固定されてます。え、何なんだろう、それ。固定されてるってどうやって固定するんだろう。釘本当に。もう、何があるの、この部屋は。これ見て。つかみ締めるところ、ここでしょ。うんうんうん。ってことは、このドア閉めてない状態で固定されてるんです。あ、釘入ってるね。壁になってる。ドアに見せかけた壁。なんでそんなことしたんだろう。機能しないようにしてるんじゃない。もう入ってこれないよ。必要ないから取っちゃったじゃん。開かずの。完全にじゃあ開かずの扉ってこと。開かずの扉になってるんだ、完全に。うん、取っ手もないし、単なる壁にしちゃって、うんうん、なんか言った今。言ってない。言ったよね。言ってないよ。言っただろ今。言ってないですね。うーんみたいな。うーんと言ってない。言ってない。なんかいない向こう。いや、言ってはいる。うーんって女の声が聞こえたな。言ってません、私何も。聞こえなかった。完全に聞こえましたよね。聞こえたよ。じゃあ私からわかんない、言った覚えないんだけど。あ、これが3階。あ、これが3階か。ちょっとすごい落ちてるけど、え、ほんと、え、着きます。うわぁ、マジか。なんか、すっごいホコリっぽい上に行くだけで。あります。うわネズミの糞だ。うわ、本当だ。めっちゃ大量にある。うわネズミ。それが噂の。ネズミが好きそうなことね。こう多分伝わって。何を食べてたんだろうね。気になるね。何の糞なんだろう。なんかちょっと3階に来るとちょっと雰囲気全然変わるね。うん、変わりますね。和室が。和室。あ、見えた。さっきの。さっきのとこでね。ちょっと足場が結構大丈夫これ。なんかすごい腐ってるよね。危ない。あそことかやばいですよ、もう。ほら。床抜けてます。ああ、これが3階からの夜景ってことか。お尻の中に粉っていうか、糞なのか何なのか何か、あるんだよね。ほんとだ。白いのは何だろうね。BB弾ですね。BB 弾。たぶん、打ち合いしたかなんかです、ね。なるほど。あ、私が撃たれたやつか。え？小学校の時。そうです。いじめられてたの。はい。じゃあ、その男子に。一言一言言ってやって。BB 弾撃たれるって相当いじめられてんな。これさ、フンってなんか一種類なんかちょっと違うくない。これ虫？虫なのかフンな、フンだよね。そっちも同じフン。でもなんか系統が違う、ね。違うよね。こっちはなんかまあネズミっぽいよね。そうそうそう。こっちはなんか。ネズミはどこに住んでるんだろうね。この中とかの地面とか。そもそも食べるものがないはずなんだよ。だけども糞があるって。そこは何ですか。トイレだ。トイレが2個あるね。どうでもいいけどさ、友達の家に似てるんだよね、この構造が。一応多分これ最後の部屋になる。うわ、すっごい。
な音だね。これ開くんだ。あ、これが嫌だな、これ。ね。でもドアそのものが怖い。ここ雰囲気やばいかも。やっぱそうやね。ジャックさん見て見て。やばい。うわぁ、これはやばいなぁ。これはやばいよ。ジャックさん、そこの扉なんですか？前の、目の前の。そっちなんです。そうそう、目の前。自然と俺に行かせようにしてるの。行かせるようにしてるの。トイレですか？トイレ。え、おかしくない？だってトイレがあるの。トイレがある。向かい側にトイレがある。向かい合ってトイレがある。しかもでかくない？そのトイレ。いや、あ、そう、すごいな。一周はすごい。すごい、これは。ここ行っちゃう。うん。風呂。ここにも。うわ。あ、うわ。う、うん。なんか変な音がしたけど。ここさ、客室？ああ、そうかも。客室っぽい。だってここのお風呂もレベル。レベル何つった？ユニットバスみたいなさ。ほんとだ、レベル。そうそう、レベル。うわぁ、汚いですね。何これ、すげえ、ほんとに客室だね。そうそう、客室っすよ。ここだけなんかね、高円寺みたいな感じ。六本木から高円寺みたいな感じだよ。なんか、ここが一番ヤバい気がするよ。確かに、ちょっと雰囲気ありますね。問題のとこかな、ここが。ここが一番なんかあったような気がするけど。でも本当に客室って感じするね、やっぱり。そんなに広くないね。この近辺だけ腐敗がすごい、ちょっとゾッとした雰囲気を感じました。天井の腐敗がすごい、ここなんかシミがすごい。虫がすごい出てる。とにかくこのやっぱりここに来てから女の人の声がね聞こえてる。いや、私聞こえないんだけど。嘘。うん。いや、完璧に聞こえてるよ。私の声じゃないよね。さっき俺は琴美さんの声だと思ったの。でも言ってないんでしょ。言ってないと思う。そんな言った覚えないです。あと、やたら風が強いしね、入ってます。この部屋何かあるな。わー、すごいよ、風。なんか。本当だ、なんか冷たい。どこだろう、検証するなら。この神棚なんだろうな。神棚っていうのもないよね。神棚らしきものはね、多分ない、ね。ないけど、神棚って大体天井にこう。でもつけるとしたらこの部屋っぽいよね。形跡もないんで、多分それはデマだね。でも意外と木とかしっかりしてて新しくない？そうそう、ここの部屋だけなんか新しい作り直したんかな、3階は。うん、その死体があったとかってのもよくわかんないけど、どういう死に方をしたのかわからないんだけど、亡くなられたとしたらこういうとこでみたいなイメージはあるけど、そうじゃなくて、例えばそれこそここでドタってこうなんか、例えばよ、うん、ドタってなってて、何か病気なのか、わかんないけど。ああ、で、そのまま食べられちゃう。で、ここで、みたいな。ここが餌場だったってことですよね。そんな、ここだけすごくない？いや、すごいですよ。絶望だよ。しかも、一種類じゃなくて、何種類かの動物の糞が。ここがめっちゃ壊されてる。ああ。なんだろう。例えば、跡がついちゃう。ああ。やっぱ3階じゃないかな、死体がっていうのは。そうだね、ここら辺がやっぱ一番怪しい。はい、入って上がった時にここからこの辺なんだよ。なんかさ、これがなんか事件になったのかわからないけど、こう荒れて、頭をやられて、要はもみ合いになって、もみ合いになって、ここで、でここから、はい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 、はい、こういうのとかね、なんかあったのかな。こっちもほら、あってるよね。ここだけちょっとなんか乱闘したような形跡があるんですよ。そうなっつって、うん、確かに。でもあの逸話によるとって書いてある、うん、ってことは血は出ない、うん、そうか。だから辻褄は合いますよ、うん、ってことはそのまま死体がここで、うん、あった。こっち側にもちょっとカメラ仕掛けたい。やれたら確実3階ですね。
じゃあ、まとみさん。はい。これから検証をしていただきたいのですが。いや、もうやだ。いつも私じゃん。そこをなんとかお願いします。じゃあさ、シュウさんも今日やってよ。なんで？私ばっか嫌なんですよ。この前も俺やろ。先週も俺やろ。シュウさん出番ですよ。一人検証は。誰のチャンネルやねん。もういいからやってください。寒いからさっさとやって帰りたいよ、もう。じゃあ、シュウさんがやってくれよ。俺が？意味ないやん。なんでだよ。誰のチャンネルやん。みんなのだよ。みんなのわけないやろ。給料払えよ。もうシュウさんやってください。これだから困んなよ。すぐ諦めないんだよ、もう。ダイエット何キロ痩せた？ね？痩せてねえんだろ、会ってから、ずっと。シュウさんより軽いですわ。あ、そう。俺の方は細いけどな。どこか。頑張ってね、これさ。はい。マジか。ちょっと、みんなが降りる音が怖いわ。静かに降りてくれ、もっと。嘘だろ、もう。ガチで、もういつもこのパターンですね。ああ。この一人の空気感よ、はあ、うわマジで一人怖いマジで怖いマジで怖いうわもうあの奥のさもう見えるちょあの押し入れ押し入れがめっちゃ怖いしもうこっちも何横客室があった部屋穴開いてるんですよここ見えるかな破れてるしもう窓は全部割れてて壁はぶち抜けてるわ天井もぶち抜けてるわ窓も割れて外からめっちゃね冷たい風が吹いてくる後ろは完全にもう筒抜けです、この3階がすごいもう変な嫌な空気が、ね、漂っててもうマジで帰りたいですねうわもう帰りた30分長すぎでしょ、はあ、なんか怖いとさすごいしゃがみたくなっちゃうんだけど床はもうなんかもう床も怖いんだよ床もなんか染みてるし周りに何だろう安心できる場所が一個もないんだよねここが強い。なんで？風やばくない？ちょっと待って、一人になった瞬間めっちゃさ風強くなってきたんだけど。フラッてしたいやーなんか急に冷えてきた空気がなんか今めっちゃ変わった気がするそんなすっごいなんかもうキョロキョロしちゃうねなんか周りがすごい気になるっていうか気配っていうか待って風強いああ足が動かなくなってくる感じがするこの場から逃げたいけど逃げれないみたいな動けない急に
なんか全身固まったような感じで、さっきよりも、なんか声しなかった今。待って、声しなかった。風強いから、その風に乗って聞こえてくる声なのかな。そうだと信じたいね、本当に。風じゃないような音が、なんかサワ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 みたいな、ちょっともうおかしくなってきたかも。なんだろう、まあ長く言いたくないですね、ここは。なんかこっち側気になるんだよね。うわぁ、ちょっと待って、もうなんかちょっと体に異常が出てきた、首が、はぁ、あ、頭痛もしますね、今。首がめっちゃ、なんか凝ったような感じの痛みが、急にしてきた。なんかもう、やばいかも、いろいろと。すっごい、見られてる感じが。周りから見られてる感じがすごいする。でも首も口も回らなくなってきたし、縛られてる感じがする。いやもうここ行っちゃダメでしょ、絶対もうダメでしょこれ。全身なんか凍りつきましたね、今。なんかもう凍りついて動けませんね。全てがなんかもう固まったような感じです。いや2階にいた時はそんなに嫌な感じしなかったんだけど、なんかね、3階はやっぱなんかね、なんか感じる、嫌な感じがしますね、3階。うわあ、首が、なんでだろう。風が強い。待って、なんか鳴ってる？待って、鳴ってた。なんだ？
なんだよもう。こちらごとみ聞こえます。どうぞ。そちらの様子はいかがですか。どうぞ。いやなんか全身凍りつくような重みです。こちらでも異常あり、異常あり。いやこちらちょっともう肩がすごいもう痛くなってきました。状況が悪化したら撤収してください。分かってますよ。いやちょっと待って、もうなんか音するし、首痛いしも、ちょっと無理、なんか落とした、なんて折れてんすか。え、なんかあった。え、大丈夫、なんかすごい長い無理、もう肩痛い、マジでなんかめっちゃ重かった。最後すごい悲鳴上げて階段駆け下りてきたけど、もうあそこ長く行っちゃダメな、あそこはやばかった。やばかったけど、ほら今もなんか声しない。したね、声してるんだよ、ずっと。だからここ長く痛くないんですよ。声がすごいしてる。ほら、また下。急に風が強くなってる。ね、そうなの。やっとさ、声が聞こえたんだけど、私の女の人の。あ、女の人聞こえたでしょ。いや、いるよ、絶対。いるよ、絶対。絶対ここはいる。とりあえず、わかりました。シュウさん、大丈夫？撤収。ヒロミさん、じゃあ最後に、撤収の例を考えてきたネタをやってください。はい。なんかね。長いよ、何してんの。いい、髪型とかいいだろ。全員ガスマスク外し、全滅だ。最後、笑いなしで行こうよ、それ。何が面白いのか全く分かんないんだけど。